はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダードライブデラックスシフトネクストスペシャルサプライズフューチャーセットです。はい、こちらですね、仮面ライダードライブの映画サプライズフューチャーに出てきたシフトカーだね、うん、シフトネクストスペシャル、あとトライドロンキー、それと今度10月から始まる仮面ライダーゴーストのニュートンゴーストアイコン、うん、これまでついてますね、うん、素晴らしいね、うん、素晴らしい、うん、びっくりしちゃった、うん、これはもうひとまず先にってやつだよね。そうね、まだ本編始まってないけど、うん、映画で出てきたから、うん、ちょっと先取りだね、うん、先取り、うん、そうだね、だってすごいね、ねえ、ゴーストアイコンシリーズって書いてあるから、そう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 、またシフトカーみたいに続々来るんだねそうだね、続々発売されるね。今回3つあるからお得だね、うん、うん、じゃあ早速開けていきましょうか。うん、はい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 、そしたら、はい、かっこいい。ああ、どう、軽い？あ、軽い、すごい軽い。シフトネクストスペシャルも、ああ、シンプルだね。こっちがシフトスペシャルで、うん、これを裏返すと、こっちの方がシフトネクストになる。あ、そうかそうか、こっちダークドライブ用だね。うん、うん、ニュートンゴーストアイコン、うん、うん、すごい。はい、ニュートンゴーストアイコンではですね、こういうね、紙がついてきて、この裏側の QR コードをゴーストウェブっていうの登録するとなんか遊べるみたいだね、うん、妖怪メダランドとか人人道場みたいな、あんな感じなんだろうね、うん、うん、はい、そしてこちらがトライドロンキーですね、うん、意外とチャッチーかな軽いけど特にこれ開閉とかもしないですね、うん、動かない、うん、でここがキラシールになってるだけ、うん、だね、うん、だね、うん、これだけだ。で、うん、映画では、うん、ここを押したらトライドンが起動されて走るって仕組みになっている、ね、あ、そうだったっけ、忘れちゃった、うん、そういうギミックとかないですね、うん、これ全くプラスチックの塊、うん、そしてこちらがシフトネクストスペシャルだね。一応このレバーも、あ、動くね、ちゃんとね、反対側ももちろん動くんだよね、うん、あ、反対側は動かないんだ、あ、うん、反対側は固定だね、なるほどなるほど、反対側固定、うん、かっこいいデザインだね、うん、じゃあまずどれからいきましょうか。このシフトネクストスペシャルからまずいきましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、ではドライブドライバーの電源オンにしますよ。はい、はい、はい、ではシフトスペシャルお願いします。はい、来た。なるほど、いいね、うん、そしてこれ回して待機音聞いてみようか、うん、おお、かっこいいね、かっこいい。じゃあ必殺いきましょう。はい、来た、まあこれ爆発音はいつも一緒だよね、うん、うん、じゃあ次はシフトネクストやってみましょう、はい、裏返してね、はい、はい、来た。あら、後ろ、これ聞いたことあるね、うん、ああ、そっかそっか、ようやくこれがちゃんとしたやつなんだね、うん、うん、なるほどね、なるほどなるほど、よし、じゃあ次トライドロンキーとマッハドライバーやってみましょうか。はい、マッハドライバー、はい、じゃあお願いします。はい、もう一回初めて聞いた、うん、ここに来て、うん、シグナルバイクシフトカー、はい、センサーと同じなんだね。あ、そうだね、センサーと同じだ、うん、でもちゃんとチョーって言ったね、うん、じゃあやってみましょうか。ファースト急にチョーデンヘイド、おー、いいね、はい、じゃあ必殺お願いします。はい、
るほど、なるほどね、いいじゃん。うん、うん、いい。はい、そして最後にこちらのニュートンゴーストアイコン、うん、これを見てみましょうか。はい、ちなみにですね、これあのね、ちゃんとゴースト、ニュートン魂の顔になってんだよね、うん、こういうの、うん、ここ、うん、これデザイン面白いよね、うん、これリンゴで 上から下に矢印が向いてる。そう、これあれだよね、重力のこと言ってんだよ、うん、重力発見した人だからね、うん、ニュートンさんね、うん、でこのアイコンなんですけども、こちら側がなんか何やら押せるようになってるみたいなんだ、うんうん、ここをですねちょっと押してみましょうか。エシンくんお願いしますね。はい、せーの。あら、あ、お、変わった。あ、そういうこと、これだけ、うん、音なんのかと思った。あ、もう一回押してみていい、うん、あ、目玉になってんの、うん、目玉になってる。ちょっと明るくしようか、わかるかな、目玉になってるね、うん、はい、じゃあもう一回押してみるね、うん、あ、まだあるね、うん、もう一回いきます、はい、あ、これで元に戻るんだ、はい、あー、音なしか、音なし、ちょっと楽しみにしてたんだけどな、うん、ちなみに上はですね、これ4って書いてある、ニュートン4って書いてあるですね、うん、はい、じゃあこのゴーストアイコンシリーズはみんな音にならないわけだ。そうだね、あー、まあ、シフトカーと一緒なんじゃ、うん、うん、そっかそっか。はい、ということで今回は仮面ライダードライブデラックスシフトネクストスペシャルサプライズフューチャーセットでした。